バーナムピアノテクニック前兆の練習。これはすべての蝶がね入ってる、こんなに薄い本なのにすべての蝶が入ってる本です。でまず、一番最初のページは波長調、 C メジャー波長調ですね。で波長調の音階をだったら、一度の和音がドでし、1,2,3、四度の和音がF、ファで F、五度の和音は隣だね、F の隣 G です。それをコードでも弾けるように C、ドミソ C、ドファラ F、そして G はセブンスをつけて G7 で弾く方がよく出てきますし、ファーサー G7、 この曲の中でも G7 のねコードが簡単だけど出てきてますね。じゃあスーパーマーケット、どんな曲か弾いてみたいと思います。フラットゼロの長調でした。次はシャープフラットゼロの短調、異短調。異短調は Am ですね。Am なので一番最初のコードはもちろん Am1 度のラーの音は A で、コードはラドミ Am。4度は1,2,3,4ラシドレーで Dm。そして5度は1,2,3,4,5度は E なので、ソーシャープレーミー E7 ですね。和声単音階と旋律単音階だけありますけれども、自然単音階も弾いときましょう。自然単音階はラーからラーまでの何にもつかない、調合が何にもないので何にもつかないまま弾きますよ。和声単音階が7番目シャープになりました。旋律単音階は6番目7番目シャープ、降りるときはナチュラル。曲弾きます、床屋です。